それでは井上選手の試合前インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。オフィシャルから質問です。現在の心境はいかがでしょうか？はい、もう試合に向かって結構いい感じで、まあ、準備バッチリしてきたかなという感じですね。対戦相手の印象を改めて教えていただけますか？はい、まあ、結構ストライキングなパンチも威力もありますし、まあ、首力も強いんだろうなと思いますけど、全然問題ないですね。ご自身でどんな試合展開になると予想しますか？まあ、いろいろ考えてきて、まあ、全然打撃でも寝技でもしっかりいけるような感じで考えてきました。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいましたら、媒体名とお名前とご質問をお願いいたします。マスコミの方、ご質問ある方いらっしゃいましたら、媒体名とお名前とご質問をお願いします。それでは、合格の松山さん、お願いします。はい、お願いします。お願いします。いよいよということで、減量計量前ということで随分焦げてますけれど、今の井上選手 の、 体格というか身長で、バンタムというのは、やはりこうギリギリという感じなんですか、それとも結構その上げてきたから余裕はまだあるという感じでしょうか？いや、まあ、いつも通り、まあ、全然きついとは思わないですけど、うん、まあ、普通に、まあ、範囲内かなというふうには思ってます。なるほど、はい。まあ、今回の試合のことは随分小金氏でもお伺いしましたけど、先立ての会見で堀口恭司選手がベラトリに移籍することが発表されました。はい、それを聞いて、まあ、優勝を目指す、井上選手としてはどういうふうに感じましたでしょうか？いや、まあ、日本人からそういう海外行く選手が、まあ、増えるというか言ってくれるのはすごい嬉しいことだと思いますけど、やっぱりバンタム級で、まあ、今やってきてトーナメントも、まあ、そのためにやってるようなもんなんで、はい、まあ、しっかりが、まあ、もし、まあ、機会があればやりたいですし、まあ、堀口選手ともやってみたいですし、まあ、全然ベラトールとか行くとも、まあ、全然ありかなというふうには思ってます。あ、そうですか。UFC バンタムのことも口にされたこともありますが、ベラトールのバンタムで気になっている選手ありますか？まあ、この前勝ったセルジオ・ペティスとか、はい、マゴメドフに勝った選手とかも結構気になってますね。はい、ラフェオン・スタッツとかですね。はい、なるほど。じゃあ、機会があればぜひそこで腕試しをしたいと、戦いたいという気持ちもある。まあ、戦ってみたいですね。はい、そのためにはやっぱり優勝して乗り込みたいと。まあ、乗り込むなり、まあ、せっかくライジンでやってるんで、ライジンで呼んでもらってやるのもありかなと、はい、思ってます。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？私からもう一問よろしいですか？はい、今回の、第2回戦勝ったら次は 準決勝となると思いますが、はい、その時は、抽選で選ぶか、それともご自身でカードを相手を選ぶか、どっちにしたいとかっていうご希望ありますか？まあ、全然どっちでもいいですけど、まあ、何ですかね、大木久保選手にせっかく指名ぜひ自分とやりたいみたいなことを言ってくれてたんで、ぜひ まあ、やりたいですよね。大井久保選手とか朝倉海選手がもし、はい、勝ち上がってきたらもう、はい、やりたいかなと思います。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？大丈夫そうでしょうか？それでは井上選手の試合前インタビュー終了となります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。